うおお、見た。横向きだったら自分の球が座れないんでね、こうやって倒しやすいですね、やっぱり。おお、え、すげえ。今のは俺ちょっと感動したわ、今。なんかお互いなんか自分の領域を押し付けてる感じだった、おもろ。わかる。写真撮っていちいち合わせないといけないからね。なのかな。いや、別にいいんじゃないですかね。扱いづらくないんだったら俺はいいと思いますよ。結局全部そこなんだよね。違和感がなかったらそのまんまでいいと思うっていうのが俺のあれなんで、合わせ方なんで。ボタン配置とかもそうだけど、まあ俺はこれだよってのがあるんだけど、別にみんなのやつをね、なんか変だよとかさ、否定するつもりはないな。好きなの使えばいいんですよ、実際。でもマジ沼ってて何もできないって言うんだったら、俺の感度とかに合わせてもいいんじゃねとは思う。ぶっちゃけ全然わからないみたいな、全くわかんないんですって言うんだったら、俺がね、やっぱ半年間とか、なんならもう3年間ぐらいかけたのかなっていうものを作ったんで、それをやってみてもいいのかなとは思いますね。それでぴったし合うんだったらね、そのまんまやればいいし、やっぱ俺は自分の感度が好きっていうんだったら、そのまんま自分の感度使えばいいしね。え、そう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 。そこはそう思いますね、マジで。そう、結構ね、俺昔アバやってた時もそうだったんだけどさ、自分流だったね、全部。結局は。そう、なんかあるんで、例えばさ、マウスだったら 800dpi のウンタラカンタだってあるじゃないですか。コメントが光ってる。何？まあでもそう、あるじゃないですか。だけど、俺は、全然違かった。うん。ネオンコメント？なんだそれ？どれだ？俺の方見えねえんだけど。あ、そうなの？何それ？ちょっと俺見えねえんだけど。でもそう、普通は例えばなんだろうな、普通はそうだな、 DPI800 の 1.2 とか 1.4 とかなのかもしれないかな。なんだけど俺は2400の 0.467 うんたらかんたらかんたらみたいな、なんかわかるかな。もう全部自分流なんだよね。そう、自分にやっぱ結局合わせちゃってる、最終的には。そう、ある、そういう感じだね。そう、最初は人のやつに合わせたんだけど、やっぱなんか違うなってなって、俺は自分に合わせちゃったっていうタイプだったんで、やっぱ自分に合った感度がいいよな、なんでも。なんかついてきてんぞ。怖いわ。怖え。怖い。なんかついてきてんだけど。もうリングの中か。いい動きだな。怖い。怖すぎる。なんだこいつ。追尾してきたんだけど、怖え。なんだ、恐怖なんだけど。面白すぎる。ニューキャッスルのキルが一つ増えたぜ。本体追尾ってそれ意味あんのか。あ、でもあるか。一応激ミラーリングできるかもしれない。神のようミラーリングできるかもしれないね。キング、次の手を考えるぞ。レベルアップして新たなおもちゃを手に入れた。一緒にフィールドを割ったぞ。敵を撃破。うん、本気のミラーリングができる可能性がある。アップグレードを手に入れた。これこそヒーローだな。絶対にもぴったり、そう、ぴったり動いた。おお、プロテクターの後ろに隠れろ。敵を撃破。モバイルプロテクターを移動させる。少しこっちへ。いけー。なにこいつ、分かってやがる。ちゃんと下がりやがった。珍しい。
素晴らしい。ちゃんと、いや、ちげえな、これ。普通、後ろ下がってるタイプだった。ちゃんとアビリティ追ってるやんって思ったら違うわ。普通に後ろのあの遮蔽ちょうどしてたっけか。びっくりした。なんちゅう反射神経と思ったけど。そうではなかった、さすがに。敵を撃破。いや、待て、レベル3持ってないこいつ。素晴らしい。じゃあボルトももらっちゃおうか。いただきます。横も強えな、まっすぐじゃなくて。思うと、こんばんは。敵を撃破。信じてやれば何でもできる。ハッハッハ。みんなを守れ。敵を撃破した。シールドをリチャージしてる。いつかニューキャのアビリティも対策された時が来るんだろうか。楽しみだ。レプリケーターがやってくるぞ。しっかり使おうぜ。そっち。あそこで落ち合おう。あと30秒で。シールドをリチャージしてる。あ、すげえですね。パスファインダー 3体ぐらいいるよ、もはや。体感そんぐらいいた。シールドを強化してる。まあ、こんだけ入居やればまあ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 いいでしょう。そろそろちょっと追っかけら行くか。入居面白すぎたわ。入居扱ってるときは一番楽しいな、やっぱり。なんかやばいわ、これは。フレバー、なんかさ、早すぎじゃね、正直。ちょっと早すぎじゃね。やばいよね。なんかさ、なんかあったっけ、昨日と今日。あ、昨日はもっと早かったわ、思ったけど。昨日はこれより早かった。どうなってんの、どうした。マジで逃げ、どれ戦っとんねん。あのキャラ使おうかな。誰だっけ。別にやべえ系らないのか。敵のシールドを割った。シールドをリチャージしてる。もうリングの中がいい動きだ。お、戦闘しに行った。トライさんいいな。シュッ。わー。頭気をつけろよ。レプリケーターが降ってくるからな。
危なっ。こんばんはー、配信お疲れ様です。これを狙ってきてるぞ。敵を撃破。シールドを強化してる。グレネードが。もうリングの中にいる。よく。気をつけろ。敵が近くに着地した。プロテクターが必要そうだな。シールドを離脱。ゴロマのシールドを割ったぞ。すごい、ヘイトが。ゴロマのシールドを割った。うわ、タイミング悪い。やべやべ、あ、タイミング悪い。やばすぎ、タイミング悪い。マジで悪すぎやろ、それは。そう、ムーブの練習はね、マジで俺負けまくってた。そう、負けまくって、なんか次はこういう感じにした方がいいのかなみたいなこと言ってたら上手くなってた、ランクは。であと強気でいくようになったら俺は負けなくなったな。そう、まあでもそうだな。あのね、タデレレでね、あのね、そう、フェイント自体は悪くないと思います、全然。だけど、そう、ツイッターに上げたんだけどね、縦レベルの良くないところってね、なんかね、被弾が多くなっちゃうよね。ずっと 1.5 倍ぐらいになっちゃう。縦レベルで打ち合いに行くとね、そう、打ち合いに行くとマジで被弾が5倍ぐらいになっちゃう。5倍は嘘、 1.5 倍ぐらいになっちゃう。体の出方がね、甘いんだよな、縦レベル。実はなんかよ、あと横の方が相手も出てくるって思って打っちゃうこともある。レプリケーターがやってくるぞ、しっかり使おうぜ。しゃがみ入れるかな、視点ぶれてあつれんだよな。純粋に、純粋に俺が苦手だわ。ディーボの弾撃たれて。確かに普通だったら今ディーボかよだもんね。これは入居の強みを、なんか撃ってんなって。俺はね、いやしないな。ホライゾンの時にちょっとしたぐらいか。バニホウチもね、上振りひときはワンチャンありなんだけど、基本はやっぱブレちゃうからね、視点が。そう、視点が一切ブレなかったら最強なんだけど。だからせーので3人で入る時だったりするとワンチャンありかもしんないと思ってる。その自分は被弾離しながらダメージ与えてみたいなね、そういう場面では全然ありなんかなーって思うけど、倒さないといけねえここでっていうやつに対してはあんまやんないかも。結構運ゲーショットになっちゃうから。えい、あー惜しい。これがキルタイム。モバイルプロテクター。しない。よーし。アップグレード。うわー、後ろかーい。マジかよー。レベル8。大丈夫かよこいつ。やべえ、名前がすごいのがいる。なんか GoTB764 みたいな、なんかすごいなんかランダムラレスみたいなやつがいる。ランダム数字みたいな。なんだこいつ。音はするぞ。このままのシールドを割ったぞ。敵を撃破。暗号化人間だ。シールドをリチャージしてみよう。おお、何周タイミング。
ど、なるべく俺ね、自分の AV に影響が出ないようなムーブすんのよ。やっぱ、それで打ち合いさ、弱体化してもなんか、やばいじゃん。なるべくね。狙われてる。敵をプロテクターの後ろに隠れろ。え、なんで脇で巻いてないの。おい、モバイルプロテクターを調整する。そう、勝手にセルになりやがってよ。危ねえじゃねえか。狙われてる。チャージしてる。もう追いかけてる。全力疾走。うおお、見た。横向きだったら自分の球が座れないんですね。こうやって倒しやすいですね、やっぱり。このニューキャッスルがレベル。横向きの方が。分かるかな。そう、ちゃんとさ、被弾減らせるんだよね、こうやって。ほら、俺は打てるけどさ、で、これができないんですよ。これ横じゃないと。横じゃないと被弾しちゃうんだよね、今の打ち合いで。横の方がいいな、 100%。 ウルパイア的な意識、味方に合わせすぎない。そう、味方を守んないとってやっちゃうと、すごい縮こまっちゃって負けるんで、なるべくそれをしないようにしてるかな。ニューキャッスルのキルが一つ増えたぜ。レプリケーターがやってくるぞ。あれで料理はできるから。縮こまらないよ。ちゃんと動いてますね。ん？これを意識しすぎると危ないんだ。あと30秒でリッチ。この戦闘終わったぞ。敵を撃破した。なるべく。なるべく、まあ、合わせるときは合わせるけど、そのちゃんと展開したりとか、そういう感じかな。結構ね。確かに、ようこれでさっき俺爪痕2回取ったわ。ロープしちゃったの、早すぎて。もうリングの中か。いい動きだな。私は20年生。プロテクターの後ろに隠れろ。狙われてる。終わったぞ。敵を撃破した。シールドを強化。いや、今ね、ニューキャの可能性を見てる。もっと強い方法があるんじゃないかっていう、そのニューキャの可能性をね。俺が今思う以上にニューキャがもっと強くなるんじゃないかっていうのをね。あと横レレレを練習中。横レレレ、縦レレレばっか俺してたんで、アビリティ使った時の戦闘で横レレレをするように今日練習してる。何も恐れることはない。最大レベルキルリーダーを倒したぞ。ずっとこれニューキャじゃない？珍しくない？これニューキャだよ。これ超絶珍しくない？おお、すげえ。おお、なんかかっこいい。おお、ちゃんとアビリティ使うタイプだ。すげえ。でも今感動したわ。
おお、いやすげえ、今のは俺ちょっと感動したわ今なんかお互いになんか自分の領域を押し付けてる感じだった、おもろ今のいいな、かっこいい。あ、入家同士ってやったことないけどどうなるんだろう、あれわかんねえ、対処法が殺したけどどうやるのが一番正解なんだろうね。入居ミラーはマジでむずいな、相手の壊すわけにもいかないしな。シュンシュンさんはヘムロックネメどっち派ですか名刺交換俺はねヘムロック派かな、ヘムロックの方が遠距離当てやすいなって思っちゃって、最近は近距離だと入居じゃなくってネメシスの方が強いかなって思ってるんだけど、中円がヘムロックの方が弾持ちもいいし20入るから強いんだよね、だから俺はヘムロック派です。そうネメシスだから近中戦いたなったらネメシスなのかなみたいな、うん、玉塞ぎ名刺、うん、降りちゃったね、あれどうすんだろう、でもちょっと後で見てみよう、どうすんのが正解なんだ、ショットガンファイトになっちゃうもんな、もしあれだったらお互いミラーだとショットガン持ってが強いもんな。ありがとうございます。キルが一つ増えたぜ、どうすんのが正解なんだろう、面白い、やあれはマジで考えさせられますね、うん、まそう、遠距離で使ってくれたら俺が確定勝つんだけど、近距離だと運ゲーになっちゃうな、あの先だ、レプリケーターやってくるぞ、そうそうそう、あれで料理はできるかな、なおに、あ、これねみんな覚えといた方がいいよ、オブリさんだったの、ありがとうございます、これ近づくとダメじゃないですか、だからこの距離感でポンチ、こうすると食らえません、これ覚えておきましょう、ポンチポンチポンチ、食らわずに行く方法、おらおら、これ覚えておくとこれだけで無敵。さあどんどんね入居対策が、次の手を考えるぞ、ミップ様500スパチャありがとうございます、こんばんは、数字感度の良さ、詳細感度の良さを教えてほしいです。ほう、なるほど、2パンチ、2パンチ2発で壊れます、あのね他のやつと同じ、打つよりこっちの方が早いっていう、2パンチで壊しますよ。で、良さか、俺両方使ってんだよな、数字にさ詳細忘れてたじゃないですか、俺あれ使ってっかんな、なんかアシストのかかり方がどうみたいな話は聞いたことあるんだけど、正直俺が思うのは詳細の方がめっちゃ調整しやすいってのがあって、だけどその代わりに沼るってのが詳細、自分にマジでぴったし合った感動を見つけたら詳細なのかなと思います。で数字はやっぱ決まったプリセットなんで、アシスト云々関係なく数字は44あたりがちょうど敵に合うみたいな感度してるんで、そこでだから分かりやすいっていうのが強いのかなって感じはしますね。数字とかアシストが強いって言われてるけど、分かんないそこはって感じなんで、俺はね、それはいまいち分かってないからそうなんだけど、でも そういうとこなんかなと思います。だからなんか設定しやすいのは数字なんかなみたいな、俺はね数字に詳細設定のスコープ設定混ぜるやつでやっちゃってるけど、それなのかな良さっていうと、多分ちょっと俺も分かんないんですけどね、あんまり。こんにちは、体の違和感はなくなりましたか、なくなった、一応、でも眠いっす、眠足です。沼るとこがある、そうなんですよ、マジでそうなんだよな、ブーム、これは考えさせられますね。エイペックスのチャンピオンとなりました、ジジー、どうなんだろうな実際、どっちの方がいいんだろうね、4-3リニアが強いって言われてるけど好みな気がするな、俺はどっちもいいな、なんかどっちもいいところがあるよねマジで、そう本当にぴったし合うっていうのが見つかる可能性あるんだよな、詳細は。そう
だから体を慣らすっていう点では数字なのかなとも思うんだけど、本気で目指すというと詳細でもいいのかなとも思っちゃうし、いやどっちもいいな、なんかどっちもいいな。絶賛沼ってるなんてこった。まあ俺は数字好きだよ、うん、楽ポチッつってリセットがあって、まあ楽って嘘ですね、ごめんなさい、あのスコープ設定俺混ぜてるんで全然楽じゃなかったです。あの3週間、いや半年間ぐらいかかったかもしれない、ここに行き着くのに。全然楽じゃなかったです。なんなら逆に楽じゃないかもしれない、詳細より。俺の設定の合わせ方は。もう小数点第6位までいってるんでね。思った。俺のやつは、もう沼る。本当に。